はい、そろそろ日も暮れ始めましたので、暗くなる前に燃料を入れておきます。まずガスキャップを外します。手がガソリンで汚れますので軍手を入れます。燃料補給時には必ずこぼれても大丈夫なように下にこういったステンレスの皿を引いて私は必ず行うようにしています。そして、年代相応ということで、銅製のファンネルを使います。ガソリンは私はいつもコールマン純正のガソリン、ホワイトガソリンを使います。こぼれないように、できるだけこぼれないように慎重にタンクにガソリンを注いでいきます。ある程度注ぎましたらガスキャップを閉めます。まあ、QL327 の27の場合はゴムのパッキンがついてます、つけてありますので、指で固く締めてもまずリークすることはないでしょう。そしてポンピングします。ポンピングする前に、必ずバルブが必ず閉じていることを確認してください。これがもし開いているとポンピングしている間にガソリンが吹き上がってしまいます。ここでポンピングをします。50回ほどポンピングしたらバルブを閉めます。ガスキャップのバルブを閉めます。これで、一応いつも私は50回程度ポンピングして、点火します。とりあえず明るいうちにここまで、完了させておけばあとは点火するのみです。加圧した後確認しないといけないことが1点あります。それはガスキャップから圧が抜けてないかどうかのチェックです。このガスキャップの上についているキャップを緩めると聞こえますでしょうか。わずかにエアが漏れてます。このようにエアが漏れてると風船のように膨らんできます。はい、もう一度言います。このようにエアが漏れている証拠ですね、風船が膨らむということは。まあこれはどんな個体でも多少あります、多少あります、これの状態っていうのは。ただこのキャップを閉めてからこの状態になるかどうかを確認してください。使用するときにはこのキャップを閉めますので、このキャップを閉めた状態で、リークしなければ OK です。リークしてません、膨らんできませんね。あとついでに、ゴム周りもリークしてないか確認します。全く泡が出ませんね、膨らんできませんね、泡が。あ、これでリークしてないということです。点火の作業も暗くなってから行うのではなく、ある程度これぐらい明るい状態でやった方が何かといろいろ何かトラブルがあった場合に対処できますので、
これ明るいうちに点火をします、点火する前にこういった可燃物ですよね、そういったものは遠ざけておきます、危険です、この火を使いますので大変危険ですので遠ざけておきます。で、今回使用するのはこういう、まあ、チャッカマンのようなライターです。気温が低いものですから、なかなか付きが悪いようですけども、まず何もしない状態で、見えますでしょうか。ここの見えます。ここのジェネレーターを私はいつもジェネレーターの下から炙ります。わかりますでしょうか。風がありますのでね、まあ風がありますか、このマイカーグローブが風よけになってくれますので、かなり、まあ気温にもよるとは思うんですけども、こういった1000メートル以上の標高の高いところで気温の低い場合は、1分程度、この作業のことをプレヒートと言います。火をつけてやります。ライターの炎で、ジェネレーターを炙ってやります。よくある程度分かると思うんですけども、今風がビデオカメラの方から来てますので、はい、ある程度温まったかなと思ったら、まずは一瞬だけバルブを開けてやります。一瞬です。そうすると程よくプレヒートがされていれば、このように、赤い炎ではなくちょっとオレンジがかった炎になって、マントルが明るく光ります。そしてだんだん消えてきますので、消えないうちに少し、バルブを開いてやる。そして徐々に様子を見ながらバルブのをいっぱいまである程度開いてやる。これで一応点火は完了です。非常に簡単です。プレヒートさえ、しっかりしておけば非常に簡単に点火できます。この後、さらに、ポンプ内の圧力を上げて、明かりを明るくしていきます。まずバルブを開いて、ポンプを当てて、はい、これで、白く輝き出しました。これで、点火作業は完了です。どうでしょう、簡単につきました。すっかり夜も更けてまいりました。そろそろお別れの時間です。また次回
お会いしましょう。それではおやすみなさい。Thank you.